巣穴から顔をひょこっと出して辺りを見回す、アイマスクをつけたような顔をしたこの生き物、名前をクロワシイタチと言います。クロワシイタチは食肉目イタチ科イタチ属に分類される哺乳類で、その名の通り黒い足をしています。クロワシイタチはアメリカ合衆国のプレーリーやステップに生息します。持続可能な個体群はアメリカ合衆国の中でもサウスダコタ州、ワイオミング州、アリゾナ州にしか存在しません。クロワシイタチの体長は36から45センチ、体重はオスが 0.9 から 1.1 キロ、メスが 0.6 から 0.9 キロ。尻尾の長さは12から15センチで、足が短くて胴が長い、典型的なイタチの形態をしています。夜行性で単独性のクロワシイタチはプレーリードッグに依存した生き物です。プレーリードッグは数百頭にもなる群れをなしてタウンと呼ばれる複雑な巣穴で暮らしますが、クロワシイタチもこのタウンを巣穴として、またコヨーテやアナグマ、ボブキャットといった捕食者からのシェルターとして利用しています。さらにクロワシイタチは他の齧歯類も食べますが、獲物の9割以上はプレーリードッグです。このようにクロワシイタチの生活はプレーリードッグにかかっていると言ってもいいくらいですが、それがゆえにクロワシイタチはこの世から消え去りかけたことがあります。プレーリードッグのタウンは地中に張り巡らされた通路と部屋から構成されていますが、その土地を農場や牧場として利用したい人間からすると、このタウンはとても邪魔な存在です。そこで人々はプレーリードッグを毒や罠で次々と駆除していきます。その結果、思惑通りプレーリードッグはいなくなりましたが、これに伴い彼らに依存するクロワシイタチもいなくなってしまいました。かつてアメリカ西部の広大な範囲で見られたクロワシイタチは1970年代までには絶滅したと言われるまでになります。ところが1981年、牧場の犬によってワイオミング州で120頭ほどのクロワシイタチの個体群が発見されます。しかしその個体群すらプレーリードッグの減少や犬ジステンパーという病気の影響で壊滅してしまいます。1987年にはもはや野生個体はいないと言われるまでになり、1996年にはとうとう IUCN によって野生絶滅の評価が下されてしまいます。ところで野生のクロワシイタチは現在500頭より少ない数がいると言われていますが、一度野生絶滅したのになぜまだ野生個体が存在するのでしょうか。実は1981年の最後の野生個体群のうち16頭が捕獲され、さらにそのうち7頭のメスが飼育下で繁殖していたのです。その後アメリカ合衆国魚類野生生物局が主体となり、飼育下で増えた個体の再導入が実施され、野生個体群が確立されるまでになります。その結果、一度野生絶滅の評価を下した IUCN は2008年、クロワシイタチを野生絶滅から絶滅危惧 1B 類に格上げします。ただ再導入によって持続可能な野生個体群を確立するのは簡単なことではありません。これまで8000頭以上のクロワシイタチが飼育下で誕生し、そのうち約半分が野生に放たれましたが、現存する野生個体は500頭未満です。それまで飼育下で育った個体が野生で自ら狩りをして生きていけるとは限りません。また今の野生のクロワシイタチは全てあの7頭の子孫であり、それぞれが兄弟やいとこくらいの関係です。このように遺伝的多様性が低いと近親交配の可能性が高くなり、均衡弱性により弱い個体が増えてしまいます。また病気が流行った時、個体群が壊滅する恐れがあります。実際森林ペストと呼ばれる細菌感染症はクロワシイタチの現在の死因の主要因とされています。そんな中、クロワシイタチの未来が明るくなるニュースが飛び込んできます。2020年12月、クロワシイタチのクローンが誕生したのです。
このクローンはエリザベス・アンと名付けられ、今の野生個体群に遺伝的多様性をもたらす救世主として期待されています。エリザベス・アンの元になったのは1980年代にワイオミング州で死んだウィラという名の野生個体。このウィラの細胞からエリザベス・アンは生まれました。まず禁煙種であるフェレットから卵子を採取します。この卵子から核を取り除き、その卵子の中に長年凍結保存されていたウィラの細胞の中身を移します。その後卵子は電気刺激で細胞分裂し、出来上がった胚は再びフェレットに移植されます。こうしてそのフェレットのお腹の中から生まれたのがクロアシーたちのエリザベス・アンなのです。ウィラは最後の野生個体の7頭とは別の個体で、それゆえ彼らにはない遺伝的多様性を持っています。これがウィラの遺伝子をそのまま受け継いだクローンであるエリザベス・アンが救世主とされる理由です。エリザベス・アンの子孫は再導入により野生個体に新たな遺伝的多様性をもたらし、個体数を増加させる可能性があるとして今後に多くの期待が寄せられています。さて、絶滅の淵から這い上がるクロアシーたちはいかがでしたか？彼らのより詳しい生態を紹介した記事を概要欄に載せておくので、こちらもぜひチェックしてみてください。それでは次の生き物まで、さようなら。